岡山がもっと住みよい街になるために NPO やボランティア、企業、大学などいろんな人たちが力を合わせています。つながる共同広場、ノップ、スキップ、ジャンプ。岡山共同のまちづくり大賞を受賞した取り組みを紹介するよ。今回は農作物被害対策として、町内で駆除されたイノシシの肉を使ったジビエ料理や、皮を活用したレザークラフト商品作りなどを行っている武佐町内会の取り組みを紹介するね。岡山市北区武佐地区、世帯数はおよそ950。周りを山に囲まれた武佐地区では、鹿やイノシシなど鳥獣被害に悩んでいました。町内会と地元猟友会が協力し、イノシシの駆除をする中で、イノシシの肉や皮を活用し、地域で何かできないかと思い始めたのが、産地武佐にこだわった地域活性化です。イノシシの被害っていうのは本当大変な被害で、農作物も荒らされて、私なんかも畑を荒らされて本当に困ってたんですよ。それを猟友会の方が駆除してくださって、そのジビエでカレーを作ったりとか、しし汁を作ってくださったりとか、本当にね、柔らかくって臭みもなくって美味しいんです。それでまたその皮も利用してこういったものを作っている、素晴らしいことじゃないかなと私は感じております。この活動は2017年に岡山市が行う葛作り推進事業に採用されました。地域のイベントでジビエカレーやしし汁を振る舞ったり、武佐で採れた川ガニや蜂蜜など産地武佐の食材を使い、食を通じて地域の魅力を知ってもらう活動を行っています。もう一つ大きな柱となっている活動が、2019年に始めた産地武佐塾です。メンバーが北公民館武佐分館に集まり、武佐で捕獲したイノシシの皮を加工し、ネームタグや小銭入れ、バッグなどを製作しています。住民同士が楽しく交流しながら製作に取り組んでいます。手作業はもう昔から好きなんです。もうこういう針仕事とか、だから自分の、手仕事がここで役に立ってると嬉しいですよ。もう皆さんな気持ちよく来てもらってですね、一生懸命作って、楽しくやっていただく、それがもう本当いいと思いますね。できた作品は地域のイベントやフリーマーケットなどで販売しています。品質も良く、購入した人に好評です。地元の人たちがね、イノシシたくさん川があるのをなんとか利用しようというニュースは聞いてたんです。地元の人が一生懸命頑張っておられるんだったら、ほんのささやかですけど、協力しようかなと思ったんですけど、パス入れなので、一つあったらいいなと思ってたので、素敵なグリーンだったのでこれを購入しました。この他に武佐地区には、昔からキニラや岡山パクチーなど、地域の食材があります。産地武佐をキーワードに、町内会がこれら地域の資源と地域のさまざまな世代をつないで取り組んできました。その成果が認められ、武佐町内会の取り組みは、2017年度、中四国農政局長賞、2018年マニフェスト大賞優秀成果賞を受賞しました。町内会にはお金はありませんが、しかし知恵と未来はあります。そのキーワードは住民の共同です。武佐地区の資源を生かした素晴らしい取り組みだよ。住民のみんなが共同したから地域が活性化したんだね。